押さえながらゆっくり動いちゃうかな。皆さんこんばんは、じゅんこです。こんばんは、みやさんです。こんばんは、なおえです。はい、今日は、ね、企画ものいっぱいあってキャンディーとかだったりBTS を踊ったり、今回はハンドモーションのコツですね。はい、はい、皆さん二の腕を使ってますか？奥行き見てますか？よくねハンドモーションを伝えるときに結構ね肘の位置っていうね、うん、ここの奥行き、うん、ここがあんまり見えてないかなと思うときがあります。うん、もったいないなと思います。確かに前から見ると1、これもね振り付けの一つだと思うんですけど、振り付けの何ていうのポイント、こういうね振り付けもあると思うんですね。今回はちょっと前で止めるパターンで練習したいと思います。1、2、3。でもさ、これがさ前なのか胸からこう離れてるのか、距離がねついてるのか。そうなんです、そうなんです。それをね、どっちでもいいんですよ。どっちでもいいの。振り付けによってそれは変わってくるんですけど、見てますかってちょっと思うんですね。どうですか？見てますか？意識しないと。そうだね。そうなのよ。うん、横で、横のこの横の幅ですね。1、2、止まる。今肘がねちょっと前ですよね。1、2、3って違いますよね。そう、そういうこと、そういうこと。ここで、そう、で前から見ると分からないじゃん。はい、うん、でもね、ちょっと分かることがあって、うん、斜めのモーション。かも、私。分かります？ 1、2、3。そう。1、2、3。言い方が違いますよね。違います。そう。肘が、こことここと、位置が。うん、そう。1、2、3。そうです。腕のモーションでこう柔らかく動かしていきますね。ここに力を入れながら、入れながらなんですね。ここは入れてないと、もしってここは。ここに、それが先にキュッていく。そう。もちろん先に行くんです。なんですけど、ゆっくり力を入れてると、その速度を抑えていくことができるのでね。1、2じゃなくて、1、ゆっくりで、力が入れてるんで、肘の位置を決められるんですね。1、肘の位置決めて、わかりますよ。1、肘の位置決めて、でもここからグッても張ったんです。力入れておく、入れておく。肘の位置決めて、例えば話見てるとわかる。1、2、肘の位置決めてない。決めてない。1、肘の位置決めて、二の腕ですよ、力。あ、決めたら一の腕しかグーッと来ないってことですね。そういうこと、そういうこと。決めてないと全部がビトンってなる。そうなんです。そう、ここ。ここ、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 ここの順番で動くのがやっぱり綺麗なんですね。一番ここが動かないんです。速度はゆっくりなんですね、ここが一番。1、2、3。そう。振り幅も一番、なんていうの、動きも一番少ないはずなの、ここが。二の腕が。二の腕を先に動かす。あとね、ここが動いてないで、こういう人も結構いる。1、2、3。ここで先に動かす人、こうやって1、2。それもあまり綺麗じゃないし、バタバタした動きに見えるよね。カモンしたら二の腕動かして、肘の位置決めて、肘の腕、あ、動かして、カモンしたら二の腕先に下ろして、肘の位置決めて、肘の腕、手首、指、わかります？全部だ。そうなんです。そう、わかる？すごいなんかマイナーなこと言ってる。はい、今日みたいに。でもそうなんですよ。うん、動きがない、なんかハンドモーションって、ね、手話なんで、うん、ストレスなく見たいんですよね、見てる方をね。そう、なんで、こういう、なんていうの、こういう、こういう、こういう、ヒュッっていう動き。で、肘がね、わかります？肘をね、ゆっくりこう二の腕で使って動かしたいんですね。キュッキュッ
キュッキュッっていう動き。そう、1、それを作りたくないです。3、4、8、1、2、3、と、1、二の腕、肘を締めて、あ、そう、手で、手で。カモン、二の腕、肘を締めて、一の腕、って、忙しいわけだ。そう、でも綺麗だったよね。ここ、でも、すっごいですね、ここ、力が入る。うん、ね。なんかさ、二の腕。できちゃうとつまんなちょっと音楽で練習してみようかな。はい、はい、できちゃうとつまんなやったやった山でこういうふうにこうねこうやってでもこうやってる人とこうやってる人でまた違いますよね、はい、うん、さっきメロンなんか話してくれたけど例えばこうやる人とこうやる人と違いますよね、うん、分かりますかね奥行きですね、はい、前とこう近い人と、はい、分かる、カモンもこうする人アロハもこうする人そう今までの使い方で、うん、そうだねモーションの形も変わるし見え方ももちろん違うし速度も変わりますね。なんで二の腕ね、ぜひねここ活かして、ハンドモーションで、ね、練習してみていただければと思います。どう？いいの？分かった？でも結構きますね。すごい力ぐっと動かし続けるとここの肉が筋肉が筋肉に変わる。ブヨブヨになるね。ブヨブヨじゃないか。吸い続けて最近。やめてそうやって持って遊ぶの。でもね、ふっしてほら、あ、違うでしょ？どうしようかな。ふっ、これですね。これ、これね。そう、そう。
あ、変に揺らさないようにして、こう力入れながら、そう、あのね、肩を落としてるでしょ、で伸ばしてるわけ。で、ここ力入れて、裏側、ここに入ってますね、裏側。この辺すごく使えますね、私。ここまで使ってる、ね、ここまでそう、使いながら動かしてる。肩で動かしてる、ね、そう、そう、引っ張りながら動かすみたいな。柔らかいですね。で、しっかり伸びますね、またね。うん、ね、そうなんです、そうなんです。腕はここだけじゃないですね、ここから繋がって、こうってるんだ。そうなんですよ、繋がってる。いいこと言ったじゃん。そうなんです。ハンドモーションを上手に見せるコツ、奥行きを必ず確認しましょう。はい、あとね、この二の腕ね、肩を落として二の腕をこう速度調節して、二の腕は何もないとね、何もないと速度の調節できません。ゆっくり動かすにも二の腕の力が必要。そういうことですね。そう、そうなんです。そう、はい、最後の3つ目ね、ここも含めて。そうです。全部腕、体全体の手を伸ばしましょう。この辺は、この辺に行かないで。体全体を伸ばす。伸ばしてな。立って、伸ばす。違いますよね。大きくてね、優雅なフラ、ぜひ見ていただければなと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。こちらのチャンネルでは、フラダンスのステップや振り付け、楽しいコンテンツをたくさんご紹介しています。高評価、チャンネル登録、よろしくね。インスタグラム、LINE アットは概要欄から登録してね。